はいどうも、切ないひげすけおじさんです。バネッサの対空シャッターストライクコンボレーと題しまして、バネッサの対空コンボについてちょっと見ていこうと思います。よろしくお願いします。バネッサはちょっと対空が弱いんでちょっと重要になると思うんで、そこを注目ですね。簡単な形からしていきます。シャッターストライクが打ったら超必殺技で突撃するということの形です。クレイジーパートナーが一番簡単です。続いては、シャッターストライクヒットから、前方パンチャービヨンで移動してスーパーキャンセルチャンピオンパンチャーを当てる形。これはちょっと早めにスーパーキャンセルしないと当たらないので注意ですね。パンチャービヨンを入力してからもう一度、波動コマンドを入力してパンチで、スーパーキャンセルできるので簡単です。続いてはジャックダッシュパンチャーで追撃してから、さらに追撃を加える形です。これ EX ダッシュパンチャーで追撃して失敗してるんですが、まあもう少し簡単なもので、ジャックダッシュパンチャーから、クレイジーパンチャーで追撃、その後スーパーキャンセルを使うので、これ簡単でいいですね。続いての形が一番おすすめで、ジャックダッシュパンチャーで突撃した後に、ダッシュで追いかけて強化リングパンチャーをスーパーキャンセルしてチャンピオンパンチャーですね。チャンピオンパンチャーまで、ゲージを使わないのでこれおすすめです。これが一番基本になるんじゃないかなって思ってます。続いてはジャックダッシュパンチャーから EX ダッシュパンチャーで追撃する形です。この後さらに、お手玉コンボできるんですが、それちょっと失敗しやすいので、ここはクレイジーパンチャーで、その後に、クライマックス調理した技、いろいろつながるんでいろいろ試してみるといいと思います。ご視聴ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。